スタートしました。進入固定の第7レース、6選手それほど差のないスタート。さあ1マークの攻防戦、逃げる1号艇の真子夏美、3号艇の水口がまくる、さす2号艇松瀬に4号艇加藤と向正面へ。トップ争い2号艇の松瀬、1号艇真子、そして3号艇水口に4号艇加藤ともつれています。スタートは前提正常でした。さあ2マークの攻防戦、2号艇の松瀬が先行する、さす1号艇真子とホーム直線構成、さらには4号艇の加藤も入っています。トップ争いが1号艇真子、4号艇加藤、今度は1番4番この2人の並走で、その後ろに2番となっています。さあ2周1マークの攻防戦、トップ争いから4号艇の加藤綾が先行した。さして1号艇の真子夏美、ここで4号艇加藤が一歩前へ出ています。単独トップに4号艇加藤綾。かかりとか船の向きっていうのはどうなんでしょうか。なんか昨日より良くなってると思います。そして2マークがナイスターンだったなと思うんですが、ご自身でどうですか。ちょっとラッキーでしたね。はい、道中乗り心地とかはどうでしょうか。そうですね、今の感じもすごい良さそうだったのでいいかなと思います。はい、序盤から手応えというのはありましたか。序盤はちょっとなくて、いい割にはなんかどこがいいかなみたいな、探してました。この後後半レースに向けて調整としてはどうでしょうか。多分そのまま行くと思います。後半もレーンに絡めるように頑張ります。応援してください。2秒前。スタートしました。予選独占の第12レース、2番3番4番出ていきます。さあ1マークの攻防戦、インから伸び返した。1号艇の寺田が先まいった。さした2号艇の加藤、外が3号艇の雲野、向こう正面は逃げている1号艇寺田、トップです。スタートは前提正常でした。先頭は1号艇寺田、2番手2号艇加藤、3番手3号艇雲野が続いて2マーク。トップで1号艇の寺田千恵、そして2号艇の加藤綾が2番手で折り返し、その後ろ3番手は3号艇の雲野ゆかり。